こんにちは、山本明美です。今日はこのチャンネルに特別ゲストをお迎えしております。我が国の皮膚病理組織診断学のご意見番、PCL ジャパン飯田橋病理細胞診センターの安西真一先生です。安西先生は皮膚病理組織診断をご専門とされていて、日本医科大学武蔵小杉病院皮膚科の皮膚病理診断室の教授をされていらっしゃいましたが、2021年から現在の職場に移られて、病理診断業務を継続されていらっしゃいます。今日は安西先生に、主に皮膚科医を対象として、どうやって病理組織診断学を学んでいったらよいのか、その勉強方法についてお話を伺っていくという企画でございます。安西先生、どうぞよろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました安西真一です。私今、ご紹介いただいたように、PCL ジャパンという会社で、1日に4、500件、病理検体の診断をしています。で、山本先生にお声かけいただいて、皮膚科医としてどうやって皮膚病理をならな学んでいくかということを、できる範囲でお話しできればと思って、今日、ここに出演させていただいてます。よろしくお願いしまありす。がとうございます。友情出演ということで、無理に そうです。参照な次第でです。はではまずですね、先日、日本皮膚科学会総会で、安西先生が、皮膚病理習得のレベル分類というのをご提示されました。これ大変興味深いと思いましたので、それに基づいて、ちょっと今日はお話をしていっていただきたいなと思います。まずそのレベル分類ですけれども、これをどういう経緯でこのような分類を提示されて、提唱されたのか、そのあたり、ちょっと説明していただいてもいいですか。実はこの分類は日本皮膚科学会総会の教育講演で、皮膚病理をいかに学ぶかっていう、題をいただいたときに、もちろん皮膚科医、どのレベルの人であっても同じ学び方をするわけではないので、それぞれのそのレベル分類をすると、その人たちにどうやったら、学べるかということを説明するためには、いいか、説明しやすいかなということで、このレベル分類というのを、試案で作ってみました。はい。はい、わかりました。ありがとうございます。ではですね、順番に、まず一番、下といいますか、この、スライドでは一番上ですけど、レベル1、医学生レベルにおすすめする勉強方法から伺っていきたいと思います。安西先生、最初はどのように勉強していくのがいいでしょうか。医学生レベルは、勉強って言っても、結局、その一般常識としてっていうところですので、もちろん皮膚科の講義、プラス臨床実習というところで、主に、担当した疾患であるとか、そういうところの、common な病気の典型像を教科書を中心に、教科書あるいは講義を中心に学んでいくということを、他に学ぶこといっぱいありますから、医学生に関して言うと、というところが主体になるかなと思っています。はい、先生のスライドでは、括弧内に形成外科を含めて書かれてるんですけど、その実際に皮膚病理診断業務をやっていると、外科の先生、形成外科の先生、いろんな先生からの皮膚の検体が来るわけですよね。その時に何か気になってることとかございますか？基本的には本当に医学部で何習ってんだろうなっていうのが正直言うと、黒い腫瘍を全部黒色腫と書いてきたりすることが普通にあるんですよ。だから誰が見ても多分脂肪性角化症なんだろうなって思うやつであっても、黒色腫と書かれるとこちらメラノーマっていうふうに思いますから、そういうところを医学部でどの程度や、極端なんです、そこ知らなくても医師国家試験では通るんだろうなっていうところがあるんですけども、やっぱり最低限その医師の一般常識としてメラノーマであるとか有棘細胞がん、基底細胞がん、皮膚の病理組織が問題になるのは多分そんな、あとは脂肪性角化症、粉瘤あたりなんでしょうけども、その程度の知識は持っといてもらうと、最低限の知識は持ってもらうといいかなと思うんですが、ただ形成外科に関して言うと、やっぱり形成外科医は入局してからそういうものを触る機会が多いですから、各医局医局で学べる体制を持っているところとどうも持っていないところはあるような気がします。なそるほこど。は多分その形成外科の出自として、その整形外科から分かれた形成外科とか、耳鼻科から分かれた形成外科、皮膚科から分かれた形成外科ってどうもあるみたいで、
皮膚科から分かれた形成外科の場合は結構皮膚科の医局に属してた上野先生がまだ、年代的にあるので皮膚病理を勉強しようってさせようしようっていう雰囲気が残っているところがあるんですが、そういうところでないところに関しては時々ちょっとなっていうところは正直言うとあるんですが、まあそういう先生方も含めて、まあなんとか働きかけて一般常識を持ってもらうようなっていう機会を作ろうというふうには考えています。はい、わかりました。ちょっと今の、日本の医療の現状の問題点についても、言及していただきました。では次、レベル2、皮膚科専攻医レベル、これについてはどのような勉強がふさわしいでしょうか。はい、勉強法としてはもちろん、最低限一通り最低限の知識を網羅的に覚えていただかなきゃいけない。つまり教科書をカバーツーカバーで読むということはもしかすると必要なのかな。僕は実はそんなことはしたことがないんですけどもカバーツーカバーで読むのが苦手なのでなんですが、まあ、簡単な教科書、まあ、質のいい簡単な教科書をできればカバーツーカバーで一回は読んだ方がいいのかなっていうのはあります。でそこの時におすすめしているのが実は日本皮膚科学会で皮膚病理道場をの内容を書籍にした実践皮膚病理道場っていうのが2冊あります。皮膚腫瘍編、皮膚腫瘍っていうのがあって、それに関して言うと、ね、インターネットでバーチャルスライドを見ながら本が学べるという本ですので、実際にはものを見ながらっていうところも含めてカバーツーカバーで読むといいかなと思います。あとは個人的には斉田先生の書かれた皮膚病理組織診断学入門はとてもいい本ですが、あれはちょっと入門の割には結構難しいことも書いてあるのであれかなと思います。であともう一つは私が昔編集したので皮膚病理味方のコツという本があるんですが、あれに関してはまあ簡単に割とメインの病気しか顧問な病気しか書いてないんですけども、ちょっと自分で言うのもなんですが写真の質がいまいちなのでどうかなと。ただカバーツーカバーで読むにはいいかなと、量的にはいいかなと思ってます。であともう一つは先生が YouTube でやられてますけども、正常の組織を見る学ぶっていうことはやっぱりとても大事なので、それ正常の皮膚組織を見る学ぶということは大事なので、そこがなかなか学ぶのが難しいんですが、それに関しては日頃やっぱり検討会だとかの組織を見た時に正常皮膚っていうのを確認する、で正常皮膚のことに関しては実践皮膚病理道場とか皮膚病理組織診断学入門と今言ったものにも書いてありますので、そこを確認していただくということがいいかなと思います。あとですね、もう一つプラスアルファもちろんどうしてもやらなきゃいけないのは、少なくとも検討会に出てくる症例とか、あとは自分がもちろん外来や入院で担当した疾患、患者さんの疾患に関しては基本的には最初のうちから教科書的な知識を収集することはもちろん絶対必要なことだと思います。でその時にもう同時にその疾患の病理組織像というのを確認しておくこと、でその患者さんで組織が取られていればそれを見て教科書の内容と照らし合わせ、で臨床を見て病理組織を見て知識をまとめていくっていうことの繰り返しが多分一番大事なんだと思います。で、まあ、よく言うんですけども、まあ検討会側はその医局によってかなりやり方が違うんです。僕いくつか検討会出たことあるんですが、網羅的に全部の症例をやる医局もありますし、本当に、面倒くさい、要するに、問題になる症例しかやらないところもあります。で問題の症例しかやらない検討会に関して言うと、顧問な病気に関してはやっぱり自分でそういう情報収集をするしかないんだろうなというふうには思っています。でその時の病理組織像の知識の収入は先ほど言った本でもいいんですが、後で言います、いわゆる皮膚病理の専門の教科書から情報収集するということは大事だと思います。でその時何回も言いますけども、自分が少なくとも関わった患者さんの病理標本は必ず自分で見る、これすごく大事だと思っていて、これは専攻医だけじゃなくて、僕はもう、専門医になっても指導医になっても極端な話、開業されても
自分で取った組織に関しては全て自分で目を通して確認をするということが大事だと思います。あとはその時に一番大事なのは、疑問点を持った時に相談できる人を探しておくということがとっても大事なので、疑問を疑問のままにしておくと正直言うと進歩がないので、そこを考えなきゃいけない。まあそこはそれぞれの環境でそういう適任の方がいる場合と残念ながらいらっしゃらない場合あるかもしれないですけども、そこはいろんな意味で上の先生とも相談してそういう人を探しておくというのが大事だと思っています。はい、開業されるとその病理院が診断したレポートだけしか受け取らないで標本を送らない場合ありますよね。そうすると自分の例えば生検が適切だったのかどうなのかとか、切り出しが例えば垂直じゃなくて水平方向に切られていたりする時とかあると思うので、なんかこうフィードバックが必要ですよね。こちらとしても要するに自分の書いた報告書が本当に臨床に合ってるのかどうかということに関して、フィードバックをいただけるととてもありがたいことだ。おっしゃる通りですは、まあ、それはそのままでいいんですけども、全くおかしいよっていう時に、やっぱり言っていただかないと、ただ組織を見ないとそれが言えない、どうもおっしゃれないようで、やっぱり自分で責任を持って確認をしていただくってことはもう一生涯皮膚科医としては重要なことだと思います。なんでかっていうと、皮膚病理、僕らが書いているのは実は皮膚病理の診断書ではなくて皮膚病理検査報告書なんで、検査の結果としてしか出してないわけですから、最終診断は主治医が臨床像とその検査結果報告書を照らし合わせて最終診断を下して治療するというのが筋ですので、そこの検査の結果をちゃんと確認しないというのは本来ありえないことなので、必ずもう今これを見た方は一生涯頑張って組織見てくださいねっていうことをお願いしたいと思います。そうですよね。例えば結節性硬斑を疑ってるのに皮下脂肪組織が十分入っていないとか、正常表皮とかけて取ってくれないから表皮飛行があるのかどうなのかよくわからないとか、いろいろ問題点があるので、必ず自分で取った生検組織は自分で見る、反省すべき点は反省するっていうこと大事ですよね。はい、では、レベル3、皮膚科専門医レベル、こちらに関してはどのような勉強が必要でしょうか。もちろん専門医になるためには先ほどの勉強プラス、あと専門医試験をの過去問やるっていうのも大事なんですが、もう専門医になるとその過去問レベルのところまでの知識は持っているという理解はしてるんですが、実はちょっと最初に文句を言うわけではないんですが、皮膚科の専門医試験っていうのは出題基準がないのでなのでここまで知っていればいいよっていう線が明示されてないんですよ、実は。そこが非常に問題なんですが、なかなかそこは難しいところのようで、まあ今後も多分改善はないと思いますけども、ないと思うんですけど、ただそこはまあ試験に出てるレベル、まあそんなに複数人で試験作ってますからそんなにひどい問題は出てこないと思うんですけども、その程度は知っていなくちゃいけないということをはもちろんです。そこからレベルを上げていくっていうことがもちろん大事なんですが、そのために最初一番大事なのは実際に経験したまあ症例について、いつもやっぱり臨床像と病理組織像を対比して知識を積み重ねていくってことはとても大事だと思います。もちろん専門医になるまで5年間の蓄積はあるんですけども、その後もっともっと年数を重ねていけば見る症例も増えていくわけですから、知識レベルは多分増えていくはずです。でそこからですね、ステップアップするためにはまあもちろん今言ったようなより広範囲な疾患に関しての知識を深めることは大事ですし、あとは顧問、今まで見た疾患でもバリアントっていうのがいろいろあるんだ、この程度のことは許されるんだっていう、そういうことをの知識を深めていくことが大事です。でそのためにはまあ先ほどの専攻医のレベルのところでも必要なんでしょうけども、皮膚病理道場であるとか、あとは日本皮膚科学会のホームページ上の e パソロジー、
あれが結構僕かなり作るのに関与してるんですけども、e パソロジーに関しては、バーチャルスライドがあって、それの疾患、その症例に対する、説明がついている。あとは逆に、クイズに挑戦するみたいなのがあって、ポンと押すと、バーチャルスライドがポンと出てきて、それを自分で見て、セルフアセスメントで、その後に回答が出てくる。そういう使い方もできますので、ほぼあれで、かなりの深いレベルまでの疾患に関しては、勉強ができると思いますが、そういうことで、さらに知識を深めていくことが大事だと思います。あとは、まあ、書籍としては、まあ、手前味噌ですけど、私自分で書いてる、皮膚病理診断リファレンスという本があるんですが、あれは実際に手元に置いて、組織を診断していくために必要なことがを書いた、僕が自分で必要だなと思ったことを書いてる本ですので、あれを、まあ、常に顕微鏡の横に置いといていただくというのは先手になります。必要、とても有用かなと思っています。 それとあとは、まあ、一般的にもうこうなってくると英書で、まあ、有名なのはレーバー、ウィードンあたりの本はやっぱり最低一曲には一冊あってもらわないと調べられないし、もうとにかく分かんないことはそういうところに行って本で調べながらやると。で、最終的なこの専門医レベルから次のレベルに行くっていうのは、まあ、かなり普通の疾患であれば、自分で診断が決められるというレベルまで行くのかなという気はします。例えばセボケラ、アテローマ、ベルッカ、SCC、BCC の典型的なものに関しては、もう自分で標本を見て診断はできますよと、これはこれだよねってことが言えるっていうレベルまで、専門医レベルでは行って、まあ専門医レベルというのは次のステップの目標としてはそこまで行ってもらうっていうのが専門医の人がやっていただくことかなというふうに思っています。大丈夫ですかね。私時々気になっているのは、WHO とかがなんかこう疾患分類を変えて、昔自分がその習った時と違う風になってるっていうことを突然ある時知ったりして驚くんですけど、そういう知識のアップデートに適した教材というか学び方、何かおすすめありますか？基本的には今言った、主要に関して言うと WHO のいわゆるブルーブックと言われる主要の分類と、まあ、診断の方法が書いてあるみたいな本があるんですが、あれに関して言うと、今実は第5版まで出ていて、次の版がベータ版で、ホームページで見れるんですが、基本的にはインターネットで IARC プレスって、その出している出版社にアクセスすると、1年100ユーロでしたかね、1万5000円ぐらいで、ネットで常に見れるので、そこは常にアップデートしていくので、今ベータ版ですけども、それで皮膚だけじゃなくて全部の腫瘍のそういうのが見えれる、まあ、皮膚だけだと安くなるといいんですけど、そうはならないんですけど100ユーロを払えば年間それでアップデートしていける。あとはもうこうなってくると、まあ実は次のレベルかなとは思ってるんですけど、やっぱり皮膚病理関係の雑誌の新刊、新しい論文の少なくともタイトルぐらいは見とくっていうのは悪くないかなと思います。まあ、で、興味ある必要なものはその都度目を通していくっていうのがいいのかなと思ってるんですが、まあ、なかなか皮膚病理の教科書を揃えている学っていうのはなかなか多くないので、なかなか難しいかなとは思ってるんですけども、はい。なんか購読しておくといい雑誌とかってありますか？まあ、皮膚病理に関して言うと、もうメジャー2つです。1つはジャーナルオブクタネスパソロジーってやつと、もう1つはアメリカンジャーナルオブデルマトパソロジー、この2つがあれば大体皮膚病理関係に関して言うと、最新の知識はアップデートできると思います。はい、はい、ありがとうございます。では次、レベル4、皮膚科指導医レベル、こちらでございますが、指導医になると、まあ、どういう勉強法が必要でしょうか？はい、結局ここを、まあ、指導医のレベルになって、まあ、下の先生を教えるってなった時は、さっき言った、皮膚科専門医レベルで、
でやった、ことはもちろん知ってるということが大前提なんですけども、それでプラス教えなくちゃいけない、うん、プラス標本を見てかっちり診断していかなくちゃいけないっていうレベルを目指すっていうことになっていきますので、そこから上に行こうと思えば、だからやっぱりかなり今度は個々のその環境ですかね、それによって勉強方法がかなり左右されるのかなと思います。で、一定の方法がないのかなっていう気がしてるんですが、こっからはもう一つはもう学会に積極的に出席して知識を仕入れるっていうのは僕やっぱり大事だと思うんですね。学会なんてっていう意見もあるんですけども、でもそこで知らない病気を聞いたり、この疾患に関してはこういう所見が大事で診断するんだよとか、こういう面接をすると診断できるんだよとか、そういう知識っていうのは、最新の知識はやっぱり学会、論文よりも学会がやっぱり早く出てくるので、学会に出てくる。その学会ももちろん日本皮膚科学会、総会もですし、支部総会もですし、もう僕地方会も大事だと思っていて、地方会で結構知らない病気、初めて聞く病気に聞いたことあるけどよく分かってない病気っていうのは結構アップデートされることが僕は多かったので、地方会は結構重要視してたんです、実は。あと、もちろん、もっとマニアックな世界になりますけど、皮膚病理組織学会であるとか、まあ、皮膚形研究学会とかいうのも、やっぱり出て、最新の知識。ただ、あそこ行くとどうも、心が折れる人が多いので、そこは、まあ、ここ、まあ、これ YouTube だからこんなこと言っちゃいますけど、心を強く持って出てくださいというところはあります。あそこ行くとかなり心折れる人多いんですよ。大御所からそれ診断違うよとかってズバッて、そうそう、ちょっとまあでも最近はちゃんとこうがだから違うんだよっていうふうにちゃんと説明してくれる人がほとんどなので、昔はもう一刀両断でそれは違うで終わってたんですけどその頃と比べればだいぶいいんですけど、あと何だろう、自分が聞いたことのない知らないことがどん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 飛び交うので、どん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 、なんだろう、僕もあの学会最初出た頃はすごくシュリンプしてしまったんですよ。あの学会出るたんびに、なんで僕は何もこんなに知らないんだろうって、まあそれがある意味逆にモチベーションになっていくこともあるんですけど、僕は本当あの学会最初の、僕そうですね、10年目15年目ぐらいに出てた頃は行くたんびに落ち込んで帰ってきたんです。何にも知らないなっていうのはよく分かって、本当にだから多分時々そういう刺激は受けといた方がいいかなと個人的にそれが学びのモチベーションになったということもあるので、そういうことは必要かなと思います。あとはもちろん皮膚病理関係の新着の論文を読むっていうのはとても大事だし、あとは皮膚病理組織学会でやっている皮膚病理道場アドバンストというあれがあるんですけども、あれに関して言うと、まあ、皮膚科の指導医レベルであってなおかつ皮膚病理を深く勉強しようという人のための会、もちろん知識を得る場所ですし、あとは同校の人仲良くなる場所なので、うん、もうこうなってくると国家の上のレベルはもう同校の人仲良くなって、まあ、学会とかでも仲良く意見を戦わせるっていうことが多分すごく大事になってくるので、皮膚病理道場アドバンストとか、まあ、それに関しては募集は皮膚病理組織学会のホームページでやってますので、興味があれば見ていただけばいいと思いますし、同じようなものとして皮膚病理診断講習会というのもありますので、そういうものを使っていくっていうのはとても大事なんですが、とにかくこのこっからレベル先のレベルは特に大事なのはやっぱり身近にエキスパートがいるっていうことが大事かなと思ってます。要するにエキスパートがいない状態で、学んでいってもなかなか先に進めないことが多いんじゃないかなって僕は思っていて、僕はこの辺で結構昔悩んでた時期があって、自分で分かった気にはなってるんですが、本来的に分かってるのかどうかが分からないっていうところがあって、エキスパートの先生のところに行ってからやっぱり、知識がすごく伸びた気がするし、そういう先生とのつながりを持ってから皮膚病理の診断能力だとか皮膚病理学の知識に関してはすごく増えた気がするので、その同じ施設にいなくてもいいんです。このエキスパートは常に相談できる、例えばメール一本のやり取りとか、
で相談できるような人をやっぱりそのいろんな機会で、作っておくっていうのは大事かなと。やっぱりここからも人のつながりってとっても大事になってくるかなというのが思っています。はい、あのそれで思い出したんですが、昔札幌皮膚病理研究所の木村哲則先生と先生が JR に乗って旭川医大皮膚科に来てくださって、はいはいはい、あでもないこうでもないってこう教えてくださったのとってもありがたかった思い出があります。ああいう会は大事だと思うんですよね。年に1回でも2回でもいいし、まあすごく困ったことには時にはメール1本で相談できるっていうのはやっぱり大事で、いやもちろん相談された方もわからないのだけ結構多いんですけども、私なんかも、まあ、ちょこちょこいろんなところからあの相談を受けて、まあもう基本的には僕はもうご相談される僕の分かる範囲でお答えしますよってことでしてるので、いつでも言っていただけばいいんですけども、あとよく最近多いのは学会で出て何か意見を言うと、じゃあ先生見てくださいってその後論文の教授さんになっているということがしばしばあるんですが、まあそれはそれでいいんだと思うんですよね。あのみんなで正しいっていうか正しい診断に行きましょうっていうところをやればいいわけですから、そういうもうそういうことも物おじせずに積極的にエキスパートに、向かっていくじゃないですね、絡んでいくっていうんですかね、っていうことも大事かなっていうふうに思います、うんうん、なんか厚かましいようで申し訳ないんですけど、ご意見を時々あの伺わせていただくって。楽しくないです。こっちはこっちで相談されればとても嬉しいので。嬉しいですか。いや僕は嬉しいですよ。あの僕で分かることであればっていう感じですから、いつでも聞いてくださいっていう感じです。はい。はい、ありがとうございます。では次のレベル4、病理の得意な皮膚科医レベル。はい。はい。得意っていうくらいだから。まあ、これはもう。もう。まあそうです。そのもうそこの。はい、各施設で、まあ、皮膚病理の責任取ってるよみたいな感じの、まあ、各大学だとか大きな病院には多分いらっしゃると思うんですけど、まあ、これは一施設に一人はいてもらわないとっていうところで、まあ、ここのぐらいの先生から、まあ、いわゆるエキスパートって言われるタイプの先生になっていくのかなと思うんですけど、こっから先はもう個人レベルで考えて勉強してくださいっていうしかないのでいや本当そうですよ、まあ、あとはもう海外に出ていくなりなんなり、あの留学するなり、海外のコースに行くなり、あとは国内でも例えば誰々、まあ今実は本当はこのレベルの先生たちに対する教育施設が国内になきゃいけないんですけど、今正直言うと日本国内にこれがないんです。まあ昔もちろん、札幌皮膚病理研究所もありましたし、まあ逆に言うとそこだと、まあ徳島の玉田先生のところでも一時期受け入れてた時期があるんですけども、そういうところはあったんですけども、今あと日本医大の武蔵小杉で僕がさっき先生おっしゃっていただいて皮膚病理診断室でも一応何人かの研修生来ていただいたんですが、今残念ながらそこがないので、結局その個人的に今行って相談というか何でしょう、標本に一緒に見て教えてくれるっていうと、基本的には僕のところも実は研修生密かに受け入れてんですが、ただうちの場合は原則的に今、会社なので、うん、うちの会社で将来的にちゃんと診断をして働いてくれるっていう、まあ常勤じゃなくても非常勤でもいいので働いてくれるということを前提に研修に来てもらうということですし、うん、あとは福本先生のあの福本皮膚病理診断科っていうのが奈良にあるんですけど、彼のとこもまあまあ仲良くなると見に来ていいよっていう感じでちょこちょこ勉強しにはいけると思うんですが、逆に言うとそれくらいなんで、要するに系統的にしっかり大学とか、まあそういう機関で皮膚病理専門医を育てるという構図に全くなっていないので、それが困ったもんだなっていうのが一番今日本の最大の問題がそこだと思うんですよね。で結局その前に2階建てで皮膚病理専門医の上に今はあの皮膚悪性腫瘍指導専門医とレーザーの指導専門医ありますよね。あの時に皮膚病理専門医も作ろうとしたんですけども、一つはまあ病理ですごく抵抗されたのも一つあるんですけども、それよりも何よりも僕は個人的にはあの研修施設がないからもの、うんうん、として成立しないだろうっていう感じだったと思うんですね。要するに皮膚病理専門医って言ったって、その皮膚病理専門医を養成する機関がないんだから、皮膚病理専門医に関しては作れないと。
いうことで、まあ、ポシャッタも多分、2階建ては原則認めないということになっているので、これから今後出てくる、できることは多分ないと思うんですけども、ただ、やっぱりだからといって、皮膚病理の研修施設がないというのは良くないので、まあ、これから若い大学の教授の先生で、皮膚病理をがっちりやる先生に何人かなってもらって、そこでそういうような機関を作ってもらえるように、頑張ってねって今、葉っぱかけてるところです。いや本当にアメリカだったら皮膚病理を専門とする人たちがいて、なんかその日本はそれがないから、あの、まあ、欧米の人たちが作った新しいこう分類とか考え方には私たちが追従せざるを得ないっていう、こっちがイニシアティブを取れないっていう、そういう残念な状況ありますよね。その通りだと思います。まあ、まあ、今最近ちょっと何人か若い先生で外国行ってかっちりやってきて、そこで意見を言いながらっていう、で、少しその WHO の、ブルーブックの中に、著者として入り込んでやってるっていう人も実は何人かいる、何人っていうか一人いるんですけど、まあそれ病理なので、あれですけど、でもやっぱり、後藤君です。彼そうなんですけど、結局、なかなかそういうふうな状態にはならなくて、ただ、基本的にはやっぱり日本でも一生懸命その皮膚病理に関連する論文を書いていくと、それなりに評価をされて、そのブルーブックの中で取り上げられてっていうのはもちろんいます。例えば昔佐賀にいた三沢先生もいくつかそういうことありますし、まあこんなこと言ったらなんですけど、僕もいくつかそういうことがありますし、一生懸命書いていると取り上げられることはあるんです。ただアメリカ、先生に言ったアメリカの皮膚病理専門医っていうのはもうすごく試験が難しくて、まあ大体あそこ皮膚科医になること自体が難しくて、アメリカはで皮膚病理専門医がすごく数が、まあ、ある程度制限されていて、で彼らは非常に、いわゆる待遇面でもいい待遇が得られるっていう状況になっているようで、まあ9時5時でいくらぐらいなんぼなんぼ稼いでるよみたいな話を聞くんですけども、日本ではまあなかなかなんですが、実は収入面だけで言うと、まあこれちょっとここで言っていいのかどうかわかんないですけど収入面だけで言うと多分日本の方が儲かると思います。ああ病理診断をやってれば、病理診断やって、病理診断は僕これは総会で出した話なので多分いいと思うんですけど、今日本で120万件ぐらいあるんですよ、年に検査会社レベルで、皮膚の検体がで今皮膚のエキスパートっていうか専門が見ているのが20万件ぐらいなので、残りの100万件は一般病理が見ているんですよ。そうすると残りの100万件の分を見ればお金になるんですけど、1件だいたい2000円ぐらいなんで、推して知るべき20億円を何人でも山分けするかっていう話なんで実際には年始患者さん見るよりは多分楽だと思います。まあ、でも責任は重大ですよね。まあまあその通りです。だからそれなりの、まあ、このレベルの次のレベルの話の時にそれやんなきゃいけなかったかもしれないです。それだから報告書を書くっていうのはとても大レベルが違うんだよっていうことを言わなきゃいけないんですけど、はい、はい、という話が出たところで最後のレベル4、レベル 4A と B というのがございますが、はい、まず A からですね、はい、A はまあ基本的に今言った皮膚病理学を専門として研究している、まあ、これはもういわゆるエキスパートという人たちで、皮膚病に関する研究だとか論文作成をメインの仕事にしていると、まあ、それをまあサブスペシャリティとして皮膚病理を持ってそういうところで業績を上げていくっていう人なんですね。でこういう人はまあ何人かいます、日本でももちろん先生をはじめね。いえいえ、もちろんそうです。で B が、検体の診断をして病理検査報告書を書けるレベルっていうふうに書いてるんですが、この A と B の違いがあるんだよってところの認識は持っていただかない。で文字通り B の方は皮膚病理検査報告書を書けるレベルなんで、もちろん 6A の人と兼任する人多いんですけども、
実際に皮膚病理検査報告書を書くっていうのは、ただ診断つけるとか検討会で意見を言うというのとちょっと違うので、そこはもうこうなるためには少なくとも一定期間実際に病理検査報告書を書いてる人の指導を受けないといけないっていうことがあると思います。で、まあここで、まあ実名出すのはあれなんで、実はうちにも、大学を退官された教授、いわゆる皮膚病理を専門としていた 6A のレベルの先生が就職されます。就職っていうか、まあ、非常勤で来られてるんですけども、やっぱり最初の1、2ヶ月はかなり直しが入るんですね。で、まあ1、2ヶ、もちろん 6A の人はもうそれなりの素地があるんで、診断自体は外さないことが多いので、書き方がちょっとねっていうところがあったりする。ただ、診断もなかなかまともな検体ばっかり、まあ先生もちょっと診断されてたからわかると思いますけど、まともな検体ばっかりじゃないので、まともじゃない検体をどう蹴りつけるかっていうことが、とってもその辺にテクニックがいったりするので、多分、いわゆる大学のエキスパートの先生はこんなの診断できないよって、ポンと投げちまえば終わりなんですが、検査会社の診断員はそういうわけにもいかなく、なんとかケリをつけなきゃいけないと、そういうテクニック的な、というか知識的なところもいるので、もうこれはもう数見ていくしかないというところはあります。そうですよね、その限界みたいな、ここまでは言えるけど、まあ、経過を見るしかないとか、再生検が必要だとか、まあ、そういったことも書いていただいた方がいいですよね。そうなんです。限界を知らせるっていうことも大事なんだし、ここまでは分かるような上限をちゃんと示してあげた方がいいんですよね。そこが要するに臨床医としてこういう報告書をもらった時どう考えるかどう感じるかっていうことを分かって書かないと臨床医困るんです。例えばですよ、糞尿ですと言って取ってきた検体で、まあ、いわゆるファイブロジンググラニュレーションティッシュしかなかった。要するに、脳腫が全然ありません。ただ、組織球だとか、好中球だとかがいて、根源性の増加がありますっていう組織、しばしばあるんですけど、そうしたときに、要するに、多くの、まあ、はっきり言うと、病理の先生は、要するに、こういうグラネーションティッシュがあります。けど、脳腫はありませんっていう書き方をするんですよ。そうされると、臨床医困るんですよ。糞尿だって言ってるのに、脳腫はありませんって書かれると。じゃあ何なのよってなるんですが、そこは僕らはもう結局、糞尿だと思ってても全部潰れてしまった。まあ、切られ方にもよるんですけど、たまたま糞尿が出てこない。要するに脳腫が出てこないってことがあるわけだから、これこうです。でも、これは、壁の断裂した角性脳腫の可能性がありますよという書き方をするんです。そういう違いなんですよね。そこで、それだけで臨床の先生は、あ、糞尿でよかった。ねって思うし、患者さんに報告書を渡せるんですよ。それで渡せるんだけど、脳腫がありませんって書かれちゃうと渡せないんですよ。あんた誤診したでしょ、ね、っていうようなところも含めて、書けるところまでは臨床医の利益になるように、利益ってちょっと確かなんですよ、まあ、真実なんですけどね。臨床医が、もらって、ああよかったなって思える報告書と、なんだよこれって思う報告書の違いで、僕らは臨床を見てたことがあるし、これはこんな臨床なんだろうなって想像して書くので、あとは例えば、汗腺を取ってきたときに、病理の先生は尋常性汗腺って特定をほとんどしないんですよ。ストレージフォルムダーマタイツで返すんですよ。なんでですかって聞くと、臨床がわからないからです。そういうことなんです。だから結局、ストレージフォルムダーマタイツって臨床に返されると、どうなのよ。感染かもしれないし、そうじゃないかもしれないみたいな書き方をされるわけですよ。それじゃ取った意味全くないわけです。で、僕らはもうこの組織見れば、これはもう感染でいいよねって、ソライアシス、ブルガーリスってつけて返すんですけど、そういう違いがあるので、限界もだし、上限も上げてあげなきゃいけないっていう。要するに、臨床の、もう、報告、依頼書の所見がちゃんと書いてあれば、その臨床像を加味したきっちりした報告書を書こうっていうのは、やっぱり皮膚科医の方が書けるので、やっぱり皮膚科の先生がこういう、報告書を書くっていうのは大事なんだなっていうふうに思ってます。で、今は原則的にうちの会社も8割ぐらいまでも皮膚科の専門医で皮膚の検体は書いてますので、そういうふうになってきていると思います。
臨床像がわからないからソライアジフォルムダーマタイティスってしか書けないっていうのは確かにそうだと思うんですけど、その大学病院だとデンカルで病理医の先生も、まあ、臨床写真取り込んだやつ見れるので便利なんですけど、その外注で会社としてやってると臨床情報はその取った人が書いてるほんの一言後半とか側面とかそれしかないって、そのあたりが難しいですよね。難しいです。で、まあ、一生懸命な人は写真つけてきたりしてくれる人もいますけども、まあ、でも稀なので、やっぱりちゃんと書いてくれるってことが前提で、例えば感染に関しても、臨床診断ソライシスブルガリス、2年前から後半ぐらいしか書いてないと、なんだかなとは思うんですけども、まあ、皮膚科の専門医が感染を疑ってるんだからそういう臨床像なんだろうなという大前提で僕らは見るわけですけども、要するに病理の先生はそこまで責任取れないっていう感じなんですよ。だから、はい、誰が取ったか、あの先生が尋常性感染っていうんならそれで大丈夫だろうなっていうのはありますよね。あるんです、その逆もありますけどね、あいつがそう言ったってみたいなのもあるんですけど。だから本当は知ってる人の検体だけ見たいっていうところは多分にあるんですが、ただ何枚か見てるとだんだん分かってくるので、この人は手術うまい下手も分かるし、臨床も分かってる人だ分かってない人だっていうのは分かってくるので、まあその辺はなんですけど、はい、はい、分かりました。ということで、今日は安西先生が提唱されたレベル分類試案に基づいて勉強方法と合わせてお話しくださいました。大変私も勉強になりました。安西先生におかれましてはお忙しいとは思いますが、こちらのチャンネルでまた近いうち、ご登壇いただきまして、皮膚病理組織診断に関する最近の話題といったようなテーマについてお話を伺いたいなと思っておりますので、視聴者の皆様ぜひチャンネル登録して、安西先生の次の出演を楽しみにお待ちくださいということで、よろしかったですか先生。ありがとうございました。いつでもお声かけいただき、本当ですか、はい、ありがとうございます。はい、こんな、ね、雑談できて楽しい。あ、そうですか。ありがとうございます。ではでは、皆さんまたこのチャンネルでお会いしましょう。はいはい、じゃあ